ダージリンから見たカンンチェンジュンがダージリンの聖アンドリュー協会。1843年に創建、1873年に再建された。ダージリンはインドの西ベンガル州のダージリン県の中心都市である。人口は2011年3月1日時点で118,805人。ダージリンはヒマラヤ山無薬底部のシワリク給料に位置し、平均標高は 約2134メートルである。北方に標高世界第3位の広報、カンチェンジュンガが演望できる。インドのヒラノブに比べて冷量な気候であり、夏は過ごしやすい。イギリス領の時代にはインドに住むイギリス人のための避暑地として栄えた。ダージリンの元の名称はチベット語のドルジェリンである。19世紀初頭まではシッキム王国が支配していたが、 ネパールのゴルカ王国が度重なる侵攻により19世紀初頭にはティースタ側まで湿気も駆逐し寺を併合していた1814年から1816年のグルカ戦争の結果としてゴルカ王国によりイギリス東インド会社に割上されたイギリスの植民地時代にイギリス人が呼びやすい故障にしたのがダージリンであるダージリンはダージリンティーの栽培で 国際的に有名である。ダージリンでの紅茶の栽培は19世紀中頃のイギリスによる開発、ロバート・フォーチュンによる茶の木の中国からの移入に遡る。この地域特有の栽培品種と発酵技術から生産された茶葉をブレンドした紅茶は世界で最高級の紅茶とされる。この一帯では西ベンガル州からグルカランドの分立、 独立を求めるグル家族の民族運動が起きている。その一環であるストライキにより、紅茶の生産にも影響が出ている。ダージリンとヒラノブのニュージャルパイグリ駅をつなぐダージリンヒマラヤ鉄道は、インドに残る蒸気機関車が走る数少ない路線の一つであり、1999年にユネスコの世界遺産に登録された。ありがとうございます。